守護寺塔の時に鎌倉幕府という118号説が最近は多いね。奈良の武士運慶会計東大寺に王蔵北条義時執権に鎌倉でも運慶は仏像を作る御家人の中の和田義盛も殺されて北条に権力集中執権政治の流れ固まる三代将軍源の実朝も暗殺後鳥羽上皇との溝深まる北条義時追討命令一二二一